こんにちは、スイス在住元バックパッカーのレネです。専業主婦は無給が普通だと思っていませんか？専業主婦だって自分の手で収入を得ることができます。私はもともと幼児2人を抱えてパートにも出られないような専業主婦でした。今の時代、専業主婦ができる家庭は夫の稼ぎがいいなんて思えることもありますが、そんなことはなくて、もう毎月の生活費をギリギリに抑えて節約に奔走する日々でした。私の夫は社運に恵まれない人で、もう出会ってから今まで5回も勤めた会社が倒産したり買収されたりで、職がなくなったり変わったりして、ギリギリの家計の中では冷や汗をかいたものなんですが、そこに余裕を作ったのが私の副収入だったんです。今日は専業主婦だった私が具体的にどのように毎月30万円を得るようになったのかをお話ししていきます。毎日主婦を頑張っておられる方にぜひ見ていただきたい動画となっています。私のチャンネルでは初心者向けの在宅ワークに関する動画を配信しておりますので、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最近見たある家庭を描いた漫画で、夫が会社から帰ってきて、でお皿がシンクにバーッと溜まっていて、洗濯物は畳まれないままそのままになっているっていう妻を見て、一日中家にいたくせに一体何をやっていたんだと、こう呆れているという一場面を見たんですが、どうしてできていないかが分かる主婦の方は少なくないと思います。この家庭には小さな子供たちがいたんですよね。子供たちが起きている時は基本的に家事はできなかった。数年前の自分とすごく重なりました。子供がずっと足にまとわりついてくるし、トイレに行くだけで泣く。子供のエネルギーを発散させるために公園に連れて行って、帰りに買い物に行って、で昼寝の時間に家事を全部ね済ませてしまおうとすると、子供1人がもう1人を起こして泣き声が聞こえてくる。また家事は手につかないまま子供をおぶって掃除をしていたら、また別の子供がジュースをこぼして床がベタベタになる。そんなうちに夫が帰ってくる時間になってご飯を作り出すんですが、それでまた子供の呼び声とか泣き声とかで何回も中断されるんですよね。そんな時に夫が帰ってきたら、まさにその漫画と全く同じ状況だったんです。育児中の主婦は特に本当に休みのない重労働だと思います。それなのに無給というだけで社会的には低い立場になり、家庭内でも理解してもらえない人は少なくありません。ではこんな状況の中で、どのように私が月30万円を稼ぐようになったかというと、きっかけはメルカリ物販を知ったことでした。子供ができる前から在宅で仕事をしたいと思っていた私は、いろいろと試してはいたんですが、どれも安定収入を得ることはできずに失敗に終わっていたんです。それまで実はスマホも持っていなくて、アプリというものとは無縁だったんですよね。物を売ろうとしたことはあって、パソコンを使ってヤフオクで不要品を出品してみたり、福袋転売をしてみたりっていうことはあったんですが、売れずに終わっていました。そんなうちに2人の幼児の子育てが始まり、仕事なんかしなくても十分に忙しかったのに、なぜそんな中で物販を始めたのかというと、やっぱり我慢が多い生活から抜け出したかったというのが一番です。できる限りの節約をして生活をしているのに、それでもやっぱり予定外の出費というものもね、たびたびあるもので、そんな中で自分の化粧品一つを買うのも気持ちがはばかられました。今はスイスに住んでいますが、最初はこの海外移住費を貯めるために物販を始めたのではないんです。生活苦から抜け出すために始めたのがきっかけでした。でも今言えることは、家事育児に追われて忙しい専業主婦でもやればできるということです。むしろ私は子供が小さい時にこそ始めた方がいいと思っています。でも正直に言います、スタートして初めの頃は時間を全投球して取り組んだので、それはもう大変でした。育児の隙間時間を使ってサクッと稼ぐなんて、そんな綺麗なものではありません。ただでさえ時間がない中で、授乳をしながらスマホ片手にこう仕入れをしたりとか、夜ご飯を作りながらコメント返信をしたり、子供たちと寝落ちをしてしまった時のためにアラームをかけて、で子供たちが寝てから夜作業をしたり、忙しい日々からトータルで3から4時間ぐらいですね、捻出してやっていました。当然ながら自分自身の時間はなく、 SNS は封印して、大好きなドラマを録画して、洗濯物をこう畳んでる時などのながら作業で見ていました。夜作業をしている時にこう頭がガクッと落ちて、ハッと目が覚めたことは何回もありますし、実際そのままリビングで寝てしまったことも何度かありました。そんな努力もあってか、スマホの使い方からしっかり
ハックしながら、まあ、なんとか頑張って取り組んだメルカリで初月に5万円の利益が出たんです。その結果は1ヶ月の頑張りが報われたという気持ちだけではなくて、2ヶ月目への大きなモチベーションにもなりました。2ヶ月目と初月との違いは私の慣れでした。売れた商品の管理表がこ うまく入力できずに数時間を無駄にすることもなくなりましたし、メルカリの出品も効率よくできるようになってきました。さらに初月に出品して売れていなかった分の売り上げも重なって、2ヶ月目の利益は初月の2倍の10万円になったんです。当時の私にとって10万円の副収入というのはもう夢のような話でした。家にいて子供を自分で見ながら10万円というのももう奇跡だと思いましたし、もう10万円もあればマスカラ1つ買うのにこう遠慮しなくても済みます。とはいえ生活水準は変わりませんでしたが、気持ちには余裕ができてきました。そして3ヶ月目利益は18万円になりました。当時は嬉しくてたまりませんでしたし、その隙間時間を物販に使うことがもう辛いどころか楽しくて仕方がありませんでした。そこから利益は右肩上がりといくのかと思ったんですけど、そうではなくて4ヶ月目には利益は13万円と下がったり、まあこんな風に波はあったんですけれども、それでも半年を過ぎると20万前後が安定するようになったんです。そんな風に物販中心の生活をしながら家事と育児だけに時間を使っていましたが、いよいよ上の子が幼稚園に入る時期になりました。私は出産と同時に京都から東京に引っ越したので、それまで友達というのもほとんどいなかったんですが、でも子供が幼稚園に入って新たにできたのがママ友付き合いです。知らない間に LINE グループが作られて、ランチ会が設定されて、幹事が順番に回されていく。家事、育児、物販だけで埋め尽くされていた私の生活が脅かされ始めました。子供が団体生活の環境に行くのも初めてだったので、まあ、子供が馴染めるようにそちらにも気を配らなければいけなくなり、バランスが崩れ始めたんです。そこで不要な付き合いを断ち、毎日公園で決まって夕方まで話すママ友たちとの集まりとも一線を引きました。付き合い悪いななんて思われたかもしれませんが、子供のために公園に行くことは何度かあったので、まあ、そんな中で忙しそうだねとか何してるのみたいな感じで聞かれたことも何度かあります。私がやっていることに興味を持った人もいました。そんなうちに物販を始めて1年が経ち、最初はメルカリどころかスマホの使い方もわからなかった私は、まあ、メルカリ販売にもすっかり慣れてきていました。そこで次のステップアップとしてアマゾン物販に進んだんです。物販のいろはを1年間学んできていたため、初めてのリサーチのコツをつかむのも初心者の方よりはずっと早かったと思います。アマゾン物販はメルカリとは違って、販売やカスタマーケアはもうアマゾンに丸投げできるので、もっと多くの商品を扱えるようになりました。そして月30万円利益は安定的に出せるようになったんです。ちなみにそこから私の物販利益が飛躍したのは、私が物販を外注したからなんですが、その頃私のやっていることに興味を持ってくれていたママ友たちは私の物販外注になってくれました。今もそれからずっと一緒に仕事をしている友達もいます。全員専業主婦なんですが、家事育児をしながらこんな風にお金を稼ぐこともできるんですね。生活を楽にするために専業主婦が始めた在宅副業でしたが、この物販を通じて海外移住費を貯めて、今は家族でこうしてスイスで生活しています。専業主婦が月30万円を毎月安定して稼ぐって体力的に本当に大変だと思います。でもセンスや能力ではなくて、やる気と正しい方法でできることなんです。自分も変わりたいと思われる主婦の方は私が全力でサポートします。私の公式 LINE では初心者向けの物販や在宅ワークに関する有益な情報を無料で配信しております。無料講義動画やこの動画の下の概要欄にあるプレゼントもすぐにお受け取りいただきますし、ご相談ご希望の方には私がお一人ずつお返事させていただいております。お気軽にこちらから友達登録してみてくださいね。YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。